はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。えー、と本日はえー、と2020年4月22日作家学院ゲームコレクター部スタートです。えー、と本日はねえっ、ーえー、と仕事はえっ、ー、と原稿書くつもりが書いてないというちょっと低垂らくなんですがまあ。 まあちょっと、ね、いろいろ他の方のやつの方がちょっと切りが良くなりつつあるので、まあ明日は原稿を書けるかなと。<laughs> まあそんなとこですね。まあ、あとあの、えー、と説明欄のところにあるねあの Kindle 本ぜひご確認ください。えー、とあ、こんばんは。で、えー、と本日はね質問箱の中からね、ちょっと,、えー、と好きな映画タイトルを教えてください,い。いくつでもっていうね質問が来てたので、ちょっとそれを を答えてみようかなと思いますただ僕自身があの映画を見てた時期っていうのが、まあ、正直ねもう映画館で15年ぐらい見てないんだよね映画、まあ、テレビでたまにねこう映画を見ることがないこともないんだけど映画館なりあとねもうレンタルビデオって概念がもう吹っ飛んでるからねまあそういう感じなのでちょっと ちょっと中途半端に古い作品ばかりを言うことになるかと思います。で、えー、っとね、僕自身がね、ま、まあ、映画、まあ、前にも話したと思うんだけど、映画に関しては、その、えー、っと、プレイステーションとかが出たときには、ちょっと、RPG のこの手法が、なんとなく、この映画的というね、言われ方をして、あの頃にね、こう演出、なんだろうな、こう、 プレイヤーが操作しないでキャラクターのこうねやり取りがま 2D のスーパーハミコンとかの時だとまあミニ SD キャラがねちょこちょこ動き回ってまあなんだろうセリフはあるんだけどまあびっくりしたらねこうびっくりマークが出るとかねまあメタルジアじゃないんだけどまあそういうのがねあったりでも驚いた時にな何かエフェクトが出たりとかまあそういうのでまあゲーム的な表現だったのがまあ プレステぐらいになるとちょっとこうねポリゴンキャラであっても演技をするようになってまあ要はプレイヤーが操作してない時の演技部分っていうのがまあいろいろとこうねあることに関してこう物議を醸したというかねまあ,まあ一部の まあゲーム費用とかあの辺かなまあいろいろ盛り上がったことがあったりしたんですが僕はねその当時はそんなにこう映画を頻繁に見てるわけでもなかったんでまあ映画的ってなんだろうと思ってじゃあ映画見ようかって感じでまあその当時ね映画をまあいっぱい見たとまあで映画館で見ることもあればレンタルビデオでねあの週10本ぐらい借りてきてねあの,あの安い日がね月何回かあってそこに で10本ぐらい借りてきってみたりとかまあそういうことやってたんですけどまあそういう時のものが多いかなというところですであれあれえー、っと <laughs> あれまいったなまあいいや まあちょっとね今、僕のタブレットのふわっちに入ろうとしたら、なぜかあのログインされてない状態になったという、<laughs> よくわかんないで、まずねえっ、ー、と映画なんですけども、えー、すごいねベタなところから行ったらいい方がいいかなあのー、映画館でやっぱりね、まあ、当時映画慣れしてなかったこともあって見て驚いたのがシックスセンス えっとブルース・ウィルス主演でまな、あ、なんだろうなこうこ、えー、死に死人を見える少年が死体,死体でないな死んだ人を見れ見える少年っていうのがいてまあ、ていうのそれはまあいろいろと違うな死んだ人が見える現象があったりしてまあ、いろいろとこう悩み相談しながらってまあ、そういうような展開の映画かな一応。 今なんとなく一番ネタバレを言ったような気がしていた。<laughs> まあいいやこれ以上やめとこう。えっ、ー、とシックスセンスはねまあ要はまあ当時としてはやっぱりラストに,にこう秘密があるからこうバラさないように的なねことを言われているような映画だったんですがまあこれが一つ好きだったのでまあ要は僕が好きな映画っていうのは割とこう紹介しにくい。なんで好きなのって言った時それを言っちゃうとえー そういうネタバレじゃんみたいな感じになるのでまあ紹介しにくいんだけどまあシックセンスはねそういう意味ではねすごい好きでしたでまあシックセンスはまあそういうね例を見てうんぬんみたいなのはねまあ話としてはあるんですけどまあそれと同様な感じのねノリとしては、まあ、ちょっとシックセンスとは方向性が違うんだけどえっ、ー、と「プロフェシー」っていうね映画があってこれはねあのモスマンがこう見えて た時に何かこういろいろおかしなことが起こる的なね映画で、まあそれを追求する新聞記者のお話なんですけど、まあ新聞記者はちょっと前に奥さんがね泣くモスマンを見た時に泣くなくしてて、ただなんか奥さんをこがどこだかにいるみたいな情報がねあてていう目撃した自分も目撃するのかな、まあそういうのがあったりしてちょっとい 異常現象が起こるんだけどいろいろそれで展開があって結局これは、まあ、何らかのねこうハッピーエンドじゃないけど、まあ、そこにつながっていくようなね、まあ、何,何かの出来事を、まあ、し死んだ人の何かの出来事が、まあ、何かとこうを導くような、ね、ものになってるような、まあ、そういうような系統の話かな、うんまあ。ちょっと説明しにくいんだけど、まあ、これも ャード・リアが主演ですね。これも好きでで、した。はい、であとえー、っと、これもねこれを説明しにくいんだよな、ね。あのユージュアル・サスペクト」という映画がこれもねあのまあ、最後に「え?」って思うような映画 <laughs> こ,この表現でいいのかな <laughs> まあいいやこれケビン・スペーシー主演ですねでケビン・スペーシーってここの2年3年ぐらい前かななんか、セクシュアルハラスメントかなんかでちょっとね 話題になってたりはしたんだけどもあのー、ゲーム好きな人だとこれですねコールオブ・デューティー、えーと・アドバンスドウォーフェアでねあのー、まあえー、っとファーストパーソンシューティングだったかなまあでまあちょっと 合間合間の演出とかで、まあ、俳優さんのこうやり取りとかがあるんですけどそこにねちゃんとこうケビン・スペーシーがドーンと出てくると確かね未来の戦争の話でで軍事会社があるんですよね。あので軍事会社の社長さんをこのケビン・スペーシーがやってて。で 彼の息子とプレイヤーが演じるキャラクターが友達っていうか親友で一緒の戦場に行ってその息子の方が死んじゃって自分が生き残ってだけどもちょっと怪我しててそのなんか手が手を切断したのかななんかそれで機械の手かなんかになってまあそのこの軍事会社のねあの機械を使っててでしかもその一般のそのせえっと ね、アメリカ軍の方では働けないからここの軍事会社の方で働くみたいな感じのストーリーで行くやつなんですけどまあ、こうやってね俳優さんが出てくるとちょっとあのなんだろう演出部分が締まるっていうのがねゲームでもありますよね。はいでえー、っと次がねそうねまあいろいろとこう大ドンデン外資的なものっていう表現でいいのかわかんないんだけど個人的にねスティッ 月っていうとちょっといろいろ性格が悪いぞっていう表現にもなるんだけど「隣人は静かに笑う」っていう映画がねこれがね結構ね不気味な映画でしたあのうんまあとにかくねこう不気味ですはい <laughs> あのこのね「隣人は静かに笑う」が公開された年か次の年ぐらいに「えっ、ー、と隣人はひそかに笑う」とかいうねドラマがテレビドラマがねあってああ こう,やってこうなんだろう、ね、他の大タイトルをパロディー化した、まあ、内容違うと思うんだけどそういうのがテレビドラマで作られるんだそういうあの浅ましい、ね、タイトルの付け方っていうのを、ね、日本のドラマがしてるんだってことをこう気付かされたけど、まあ、それはそれで関係ないんだけど、えー、これはティム・ロビンスがとジェフ・ブリッジスだったかなジェフ・ブリッジズ側がこういい役でティム・ロビンス側がその隣人役でその 静かに笑う人の方でですねでまあ、なんか爆弾事件があってそれを追求するなんか研究者かなんかをジェフ・ブリッジだっつっただと思うけどそれがやっててまあそれでいろいろとこうねあってまあ、最終的にドカーンってわけですよ。<laughs> まあまあ、いいや <laughs> でまあそこではねティム・ロビンスはちょっとすごい。 ちょっとねかなり不気味な役をやってるんですけどまあ、その一方でねあの有名なタイトル「ショーシャンクの空」には逆にこのティム・ロビンスがねこう晴れ晴れとした役なんですがまああのー、一言で言うとあのの刑務所の話なんですけど、ね <laughs> はい、ティム・ロビンスが確か「ショーシャンクの空」には、ね、ティム・ロビンスがあのーえー、と刑務所に無実の罪で収監されてるんだけどもなんか。 経理かなんかかのの仕事の人かなでまあいろいろこうやっててまあ最終的なことはネタバレまあ多分ウィキペディアとか見れ答え書いてあるからまあそれはそれでいいんですけどまあまあある意味ハッピーエンドまあただ世の中的にハッピーかどうかはわかんないけどハッピーエンドという作品なんですけどこれがねあのスティーブン・キングのね「えっと、恐怖の式っていう小説があってその中の 一作なんですよ「で恐怖の四季っていう小説が一応この春夏秋冬の4つの作品のがある短編集なんですけど、あのー、秋を題材にした作品があの有名な「スタンド・バイ・ミー」なんですけど、まあ、あれも一応なんだろう あのね少年4人があの線路の上を歩いてるようなねそういうシーンがこうあってなんか青春ドラマっぽい感じに見えるけどあれ死体を見た話ですからね。<laughs> はい、でまあそういうのはあるんですけどまあ、要はそのスティーブン・キングというのはホラー映画のねこうホラー映画っていうかホラー小説の大歌みたいな感じでまあ、よく映画化たくさんいろんな作品が映画化されてるんですけどまあスティーブンその恐怖の質は何だろうホラー っっていいうにはちょっと、まあ、怖いんだけどもちょっっと違った意味ででの怖さなんですよ、ね、だから小三区の空にもも、えっともとはね「えっと、刑務所のリタ・ヘイワース」っていうあのあの小説のタイトルだったりするんですけどあのまあこれは何だろうなちょっとねあのシスティーブン,キングスの・キングの普通の小説の怖さとはちょっと違う感じかな、まあ、怖いって感じではないんですよね。 でちなみにねそのシリーズ4つのねその季節の小説のうちのもう一個「えー、っとスタンド・バイ・ミー」と「ショー・シャンクが」が、まあ、映画化されてるんですけど夏をあ、まあ「ショー・シャンク」は実は春の作品なんですよ。まあ、春の作品な割にはその刑務所で何年間も過ごすからね季節ぐるぐる回ってるんですけどね。で,、えーっとまあ、でそのシリーズの中の夏を表してるのが「ゴールデン・ボーイ」っていうのがあって。 これはあのまたすっごいダークな話でその子供にして結構こうあのなんだえー、っとあれ、えー、っとヒトラーのね、まあ、ナ,チナ,チにナチスに興味を持ってしまってで近くに住んでるおじいさんがあまあナチスの戦犯の,の人だっていうことを知ってそれでいろいろ話を聞いていくうちにちょっとおかしくなっていくって。 っていうようよなねまあ、映画なんです映画というかまあ小説なんですけどまあ、ちょっと映画と小説とでこう結末が違うみたいなねところがあってちょっと若干話題になったのかな、まあ、そういう作品があったりもしますはいでえー、っとそれ以外だと何があったっけなあとあのー、なんだろうこう生き残り系日本だとあのー、えー、っとなんだ バトル・ロワイヤルとかねが流行ったりとか、まあ、その後あのライアー・ゲームとかまあなんだろうな何、まあ、だかゲーム的なねやあの映画とかになってるやつっていたいこういろんな人がこう生き残り、まあ、生死をっていう生死という意味の、ね、生き残りもあれば何だろう,こうゲームでの勝敗っていう意味でまあ人生の堕落脱落みたいな感じの意味の、まあ、生き残りもあるんですけど、まあ、そういうなんだろうちょっと現実離れしたね まあ、ゲーム的なニュアンスのものはあるんですけどもまあそういうのが何だろう,こう閉鎖空間の中で生き残りをやるみたいなねものっていうのがまあ、まあ、若干好みとしてはあるんですけどえー、っとまあなんだろうなぁ、まあ、そこまでねあのえー、っとなんだバトルロワイヤルみたいなね、まあ、明確なこの 生き残りを探すようなものとは違うんですけど、まあ、要は事件が起きてこれ誰が犯人なんだろうってバタバタ死んでいくるうちのよ、ね、うにが誰が犯人でどういう真相なんだろうってこう考えていく作品として「あのワイルドシングス」って作品がね、えー、っと個人的に結構好きでした。 これはケビン・ベーコンとかね、マット・ディロンとかね、ネイヴチャンベルとか出てます。ネイヴェ・チャンベルはあのスクリームシリーズのね、あのー、で結構絶叫女優さん的な感じの扱いを当時あったりしたんですけど、まあ、そういう人たちが出てる作品なんですけど、割とこう、い1回目見た時にはね、本当に、え、え、次この人がみたいな感じのところで。でで で若干このエロスシーンもあったりして、まあ、それを含めて作品として仕上がっていて最後にねあのなんだろう途中でどういうやり取りがあったかという解決編的なものが、ね、流れるような感じの作品なのであの、まあ、一発最初見る時にはこうどうなっていくんだろうってこういう見方をすると、ね、いい映画なんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに「ワールドシングス」シリーズはね4ぐらいまであるのかな。 ただ1作目だけがこの有名俳優が出ててあのしっかりした話になって、まあ、2作目以降もね、まあ、ちょっとエロス,エロスとねあと、まあ、その生き残り的なところの要素はあるんですけどうーんちょっとねあの B 級になってしまってたり <laughs>、まあ、まああれですよ「あのホーム・アローン」なんかも1作目と2作目は有名だけど3作目とかになると誰も知らないじゃないですか。 まあそういうちょっとこうなんかなんかしないけどシリーズ続いちゃったっていうのがあるんでまあ1作目はねこれ見た方がいいかと思いますでちょっとワイルドシングスに結構似てるかなぁと思うのがね「レインディア・ゲーム」っていうねやつがちょっとねあのそういう誰が犯人なんだろうどうなるんだろうっていう感じのところねあの展開があるかなぁと思いますであとその えっと、アガサ・クリスティの,、ね、だあの「そして誰もいなくなった」じゃないんだけどこう人が1人ずつこうねお亡くなりになっていく中でこれは実際どんな真相になっていくんだろうかみたいなところではねアイデンティティっという映画これジョン・キューザックが主演のやつですねこれなんかもね結構面白かったですねまあ,あとあのえー、っと去年あ今年のアカデミー賞ので「パラサイト」って韓国の映画がね あの受賞してたけど、まあ、それとは違う「パラサイト」って映画が90年代にあったんですけど、まあ、要は宇宙人がまあにに、えー、と人間あ地球にこう侵略し密かに侵略してきてる系のね、えー、と映画なんですけどあの要は、えーとね、その仲間6人ぐらいかな。あのこう 一緒に活動すするんですけどそれ以外の周りの人たちがみんなおかしくなっていくんででまあ、生き残りのために彼らがねこう戦うんだけど途中からまあ要は誰かが犯人なんじゃないかな的にね犯人というか宇宙人にこうなってるんじゃないかなっていうところでこう展開していくような映画なんでねこれも個人的には良かったんじゃないかなと思います。 でこれ、イライジャー・ウッドとか、ジョシュ・ハートネットとか出てるんですけど、ね、イライジャー・ウッドというと、あのなぜかイライージャ・ウッドさんね、あの、あれ、えー、っと、ロード・オブ・ザ・リングのあのホビットの役ですよね、主役の演じた人なんですけど、彼なんかゲーム会社作ってて、で、あの、去年、お違うなもう何年前だ、何年か前に、このトランスファーレンスっていうねゲームが出てるんですけど、まあ、脱出ゲーム系のね、やつに、こう、 特定ののののとところのものを探すとその真相なんだろう精神世界的なねまあ、ところを脱出するようなゲームでその中でこう映像を探していくとまあ、その親子の、ね、ドラマが見れるようなこうゲームなんですけど、まあ、個人的にはこれ VR 対応なんですけど VR でやるとちょっときついのでまあ、普通にプレイした方がいいかなっていうのがあるのと結構なんだろうこう ヒントがなくて厳しいなというゲームでしたはいまあいいや <laughs> という感じですねえっ、ー、と大体い,たいったかなであとねその群像劇的なやつっていうのがねやっぱ面白いかなと思いますで、まあ、代表的なのが LA コンフィデンシャルっていうね映画があってまあ要はまあ1950年代のえっ、ー、とまあロサンゼルスのまあでちょっとこうあのなんだろうな 警察の、まあ、表裏というか結構過酷な状況だったりとか、まあ、汚いこととかねいろいろ見えてくる中での事件を解決していくような映画なんですけども、まあ、代表的なところで、えーとえー、とこれもねあれかケビン・スペーシーかケビン・スペーシーラステル・クロー、えー、とガイ・ピアースの、ね、3人の刑事がのそれぞれの、ね、スタンスでいろいろ事件を追っかけていくようなシーンがこう出てきて、まあ、あのまあ最終的にはこう ね、あのまとまっていくようなまとまっていくような途中であれしちゃう人もいたりもするんだけどまあそういう映画でまあこういうの試み鉄てでてね面白いかなと思います。まあ、ゲームで言うとあのなんだろうな街とは言わないんだけど428とかまあああいう方向性ですよねこういろんな人の話が別々で展開しててこう収束していく。でまあ,あの 428なんかだとやっぱりこうゲームなんで,で、まあ、小説でもいいんだけど文字で読んでこう振っていくやつっていうのはまあ何十時間のねボリュームでもあってもいいんだけど映画っていうのは大体2時間とかね長くても3時間とかでの間に収まるんでまあその中でそういう群像劇っていうのがうまくねこう作られてるなっていうところがまあ,ありましたでちなみにその LA コンフィデンシャルのに出てたガイ・ピアースっていう人が出てる映画で。 メメントっていう映画がちょっと特殊な映画があるんですけどまあ、要は何だろうこうえー、っとねあの記憶があんまり長い時間持たない人の話だったかな。で映画自体もちょっと不思議でなんか頭からこう見るんじゃなくてなんかケツからこう。 見るようなちょっと特殊なまあ2か所ぐらいからこう時間軸のおかしなね見せ方をしてて結構見ててよく分かんない映画なんですけどまあ、そういうなんかこうゲーム的なチャレンジをしてるっていうニュアンスでいいのか分かんないけどねそういう映画がありましたあと関係ないけど「あのランローララン」っていう映画が、えー、とドイツの映画だったかなあってそれがまあちょっと当時単管映画だから多分渋谷かなんかで見たんですけどそれはあのー。 ストーリーこう進んでいくんだけど途中でまあ失敗してそうするとまた時間軸が最初に戻ってやり直しになってで今度はそこをうまくかわして次に行くんだけどまだどっかでとつまってみたいな感じでま,あまさにねまあマリオじゃないんだけどちょっとゲーム的なそういう作りのね映画がありましたあでランローランでいくとあれだあのスライディングドアっていう映画があってこれはあのあのー ある女性がそのえっ、ー、と地下鉄かな地下鉄に乗れたか乗れないかったかっていうね、まあ、まあよくあるでしょかあの電車が行ってしまう前に駆け込み乗車をするっていう展開があるんですけどその電車に乗れた時と乗れなかった時の2パターンがこう並走して展開していく映画で、まあ、最終的にはねまあ 両方の展開にオチはあるんだけど、まあ、そういうね見せ方をするような映画があってそういうところもねあの、まあ、要はさっき。 映画的な演出のゲームっていうのが、まあ、あって気になったっていう感じでこう映画を見始,めた見,た見始めたんですけど気がついたらなんかこれゲーム的な演出なんじゃないかなっていう映画がねたまにあることがねこう気づけるっていうね、まあ楽しあのえー、と驚きというか、まあ、あの自分の知識としてね蓄えられることもあったので、まあ、映画はいろいろ見てみるといいかもしれません、はい、ゲーム好きでもね。 でちなみにねあの僕は個人的にこれ前にも話したと思うんだけど映画的演出のゲームっていうのでなんだろうその90年代のものに関してはあくまでもその演出が差し込まれるっていうねあのところでいく言ってるんですけどもまあもう少しね2000年代になると違うスタンスのゲームが出てきたかなと思ってます。えー、っと、えー、ふと思いましたがゲームを題材にした映画なんか見に行ったりしますかあ しないですね、うん、まあ変わっちゃいますからねバイオハザードなんかもねまあ、全く別物ですからね正直うんはい <laughs>、うんまあ、えバイオハザード自体はテレビで見たけどはいまあまあいろいろ見ましたよあのええー、となんだ鉄拳の 3D のやつなんかはあの 3DS のさいあの ゲームの中に入ってたから見たしゲームで見たしあのファイナルファンタジーは映画館で見ましたあの cg のやつあのなんか cg 作れなかったのかなと思うぐらい頭のねプロローグが長いんですよねテキストの説明が長いんですよねあれああいうのは見ましたけど、うん でもねやっぱストリートファイターとかデッドアライブとかまあどうかなってのもあるしマリオは <laughs> マリオゲーム大材の初映画はマリオブラザーズでしたスーパーマリオじゃないのあれマリオブラザーズだったっけマリオブラザーズかあの小説持ってますよただあれはねあれもあれでいつとあんまりこう違うものと思った方がいいですあそういう意味ではあれだあの トゥームレイダーはまあ映画とゲーム全く違うんだけどなんかむしろ最近のあのゲームは映画に影響されてんじゃないかなっていう気がすごいしますはい <laughs> あのなんかあの昔のねやっぱりトゥームレイダーの時に比べると今のトゥームレイダーに関してはその最近の最新作かな多分に12年前のやつだけど のあたりではあのねお父さんがあの殺されてしまってみたいなストーリーが入ってたけどあのこお父さんが考古学者だった的なああいうシチュエーションとかも死んだお父さんに対するう々ぬっていうのはあの映画の「トゥームレイダー」もねあのなんだろうあれも確かそのなんだろう死んだお父さんと会うんですよねそのなんかそのた あのトレジャーの何かのトレジャーの中に入り込んでなんか異世界みたいなところに飛んだところでお父さんと会うんですよねあのリアルなお父さんとあの仲が悪いと言われてるあの親子があの映画でのみこうあの親子でこう対面してるシーンがあったというなかなかすごいレアケースなんですけど、まあ、そういうのも、まあ、ありましたね。はい、であそうそうでちなみに僕がねややっっっぱぱ年代入ってから CG リアルにに作れるようになった。まあ正直言うとあの、龍が如くとかのあれはちょっと個人的には受け入れられないんだけどリアルさという意味ではねあの、前も紹介した「ヘビーレイン」とかはねやっぱりこのリアルなキャラクター描写と、まあ、やってるゲームってところですごいこうあのなんだろうなこうでこれも群像劇的なタイプなんですよ。まあ、いろんなその あの犯殺人事件が起きてそれを追っかける刑事だったりいろいろ3か所ぐらいの、ね、立場でこう立ち回っていくうちに結末に行くんですけど、まあ、であのだろうやっぱ選択肢を間違えるとその、まあ、違う展開になっていくというところで、まあ、ヘビーレインねで。ヘビーレインの流れでいくと「ビヨンド・トゥ・ソウルス」はヒロイン1人で。 大体展開していくゲームなんですけど、まあ、これもね結構あとちょっとねあのさっきの生き残りという意味でいくと別に殺し合いする方じゃなくて単純に生き残りっていう意味ではアンティルドーンねちょっとこう国内版あのあの死亡シーンあの死ぬシーンが結構あの黒ック黒になっちゃってねあの残虐表現すぎてね。 黒なっって評判悪かったけど個人的にはこれ好きでしたただ2回以降やるかっていうとやっぱアクション部分を繰り返しやるの辛くてまあ僕は1、い、周だけでしたね。でまあ同じこれと同じ流れで作られてるのがまあ同じ開発会社が作ってるねマン・オブ・メダンねこっちもあのまあ要は何だろうなこれダイバーの,あのよく映画であるあの なんだろうダイビングに行ってるっていうシチュエーションであの地下にある海賊船を漁った結果、まあ、なんかそういう海賊船的なものに乗せられてしまってでまあ生き残りをかけるっていう展開なんですけどまあそういうね生き残りものっていうのもまあ,あの、まあ、リアルな描写っていうところでまあ,あのこうドラマを感じられるっていう感じかと思います。 なのでまあ、興味があったらやってみてみくださいただこれもね2周目辛いんで僕は1周しかしてないですけどはいという感じでねえー、っとこの辺りでね本日のね好きな映画というところからちょっと話を広げてみたんですがあとね 今日本当はクイズもやんなきゃいけないんだけど、まあ、それは明日に飛ばすとして、えー、っと、本日がね、昨日記念日ゲームなんですけど、1985年の4月22日に発売された ER カンフーと結局南極大冒険。これがね、あのに、えー、っと、ファミコン、コナミがファミコンに参入した1作目同時発売でした。ということでね、コナミファミコン参入35周年という。 <laughs> まあ、記念すべきなのかどうかわかんないけどねそういう、あのー、ことで、まあ、つい先日「スペースインベーダー」でタイトウが参入してから35周年ってやったんですけど、まあ、コナミもねここでやっと35周年だ今のところ多分35周年を迎えてるのは、えー、ともう35周年超えてるのはハドソンナムコジャレコ、えー、とタイトウコナミぐらいになるのかな。 ということでねえっ、ー、とまあまた35周年的なあのメーカー参入だ1作目があれば扱っていこうかと思いますということで以上作艦でしたおやすみなさい。